お客様じゃないんですか？うちは精密機器の部品工場やってます。大いに楽しみましょう。はい。このスニーカーを作る工場にはものづくりを維持する上で大変だと言われていることを解決するヒントがあるような気がして。幸せな人間を見るのは悪い気はしない。綺麗事に思えるんですよね。